綾部駅は京都府綾部市幸井通り当石が坪にある西日本旅客鉄道の駅である。山陰本線を所属線としており、舞鶴線を加えた二路線が乗り入れる。当駅は舞鶴線の起点であるが、舞鶴線の列車のうち一部時間帯の普通列車は山陰本線福知山方面へ、すべての特急は山陰本線京都方面へ直通している。また、 当駅で特急に連絡する、リレー後も運転されている。特急列車を含むすべての営業列車が停車し、舞鶴方面の特急、舞鶴と福知山方面の特急、木の先及び、橋立が当駅で連結、切り離しを行う。また、ワンマン列車は他の駅では一部のドアのみ開くが、当駅ではすべてのドアを開閉する。電化前の客車列車前世期は、当駅で、 機関車を付け替える光景を見ることができた。1911年7月開築の2代目、駅舎橋上駅舎構えの旧駅舎地上駅となっており、京都方面から見て、西に線路が伸びている。北側より1番2番乗り場の島式ホームと、3番乗り場の単式ホームが並び、2面3線となっている。そのべ方、西舞鶴方が単線、福知山方が伏線となる。 列車交換可能駅である。駅舎は、橋上駅舎である。エレベーターが4基設置されている。直営駅。2021年3月13日から、アイコカ等の全国総合利用サービスに対応した、交通系 IC カードが利用可能となったが、自動改札機は設置されず、簡易改札機で対応している。かつては、駅弁の販売があったが、 業者が交代した後、撤退して以降は販売されていない。かつての駅舎は南側の一箇所のみであり、北側の島式ホームへは地下通路で結ばれていた。また、北口はなく貨物ヤードが広がっていた。ホーム状況は2015年3月改正時点のものである。上り本線は2番乗り場、下り本線は3番乗り場となっているが、3番乗り場が 福知山方面からの入線に対応していない他は、福本線である一番乗り場を含めた三線とも三、方向すべてへの発車が可能。おおむね、東舞鶴方面行きは一番乗り場、その辺方面行きは二番乗り場に、福知山行きの普通列車は一番乗り場、三番乗り場のどちらかに発着することが多い。2008年3月改正以降は、 京都方面と舞鶴方面の同一ホーム塗り替えを考慮し、3方向とも1 2番乗り場への発着が多数を占めることとなり、3番乗り場を使用する列車は一部の福知山方面行きのみとなっていた。しかし、佐賀の線区間の複線化完成を受けた2010年3月改正で、山陰本線のダイヤパターンが大きく変わり、昼間時は当駅で、 福知山方面の普通列車と京都方面の特急列車が行き違うようになったため、始発の舞鶴線列車との兼ね合いから3番乗り場発着となる福知山方面の普通列車が増えた。逆に、東舞鶴行き特急は1.2番乗り場の発着に統一された。1日の平均乗車人員は以下の通りである。1日の平均乗降人員は以下の通りである。 北口かつては、駅の北側はあまり開発されていなかったが、駅の京上駅舎かごは徐々に店舗などが進出している。特急、木の先、橋立、舞鶴の隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。ありがとうございます。